マンションの施工不良問題旭化成が全国の関連物件の調査へ三井不動産グループが横浜市内で販売したマンションが施工不良によって傾いている問題です 旭化成は工事を請け負った子会社の旭化成建材が別の思考データを転用したり書き換えたりして使っていたことを認めまして改修などの費用を全額負担することを発表しましたまた旭化成はこの子会社が工事を行った全国のマンションや施設について調査を行う方針です まあこのマンションで傾くなんていうと10年前にね、えー、耐震偽装事件と、うん、あの姉はさんという方が、うんえー、問題になったあの事件が思い出されるんですが今回はマンション業界のまあ最大手の一角を占める会社であってと、うん、でさらにいい工事を受けたのは旭化成と、はい、教会のダメージは大きいいですねいやーこれもびっくりなんですね、正直ね。うん、でで本当は一個立ちで、はい 例えばだんだん立てつけが悪くなって戸が一部の戸が閉まらなくなったり、ねえー、開けられなくなったりそれ,からそれが気になるからその室内で子供のボールを転がしてみたら、えーうん、一定の方向にどんどん転がるとあ<ー>いうことはですね、その地域の業者さんによって、えー、まあ手に供した例もあれば単に技術的ミスだった例もあり。えー 結構あるわけけですけどうーんしかし今井田校ちゃんが言った通り、そり三井不動産と浅井課生が組んだその大型のマンションで、はい、そ,のそれも地盤が実はあの悪かったのを見逃してたとかあるいはその建てた後に起きた地震によって影響を受けたんじゃなくてもともとはっきり自分で不正だと分かっていながら。 えー、データを実際的には改ざんしていて、うん、でそれだけじゃなくて要するに、まあ、僕もマンションに住んでますけど、えー、一番地盤の強固なところまでちゃんと杭を打ってくれるということを僕と同じマンションに入ってる人はみんなそれを信頼して入ってるわけですけどね、うん、その杭打ちが足りないと。はい それも一1本じゃなくて2本足りないと、うん、で、傾いた本当の原因っていうのはこれからもっと精査しなきゃいけないけれども、はい、完全に信頼をぶち壊す、うんうん、これ本当深刻なニュースが2つ続いちゃいましたね2つ続いてるっていうよりは、うん、いずれも大企業の話であって、はい、大企業のモラルっていうものをこれから経済デフレから脱却していくならば、うん 余計に僕らの目も光らせなきゃいけないなと思いますね。 まあ今回、その、まあ、三井不動産があまずは売る責任と立てるという責任はあったわけですけれども、うん、それを二重家、三重家にこう任せていたそこで起きたとどこまで責任がというようなことがまた言われているところなんですけれどもだからそれはあの例のアネハ事件の時にいろいろ言われた業界の体質があんまり変わってないということにもなるんでね。やっぱこれは 想像を絶する根の深さ、はい、だと思いますね。